11時12分です未来を歩くら新版ピック1200万ユーザーが使っている経済ニュースアプリ NEWSPIX とコラボレーションして未来を読み解くヒントになるような話題をチョイスして紹介今日はスマートスピーカー市場の今後とはという記事にフォーカスします解説してくださるのは NEWSPIX の公式コメンテータープロピッカーの八子智則さんです ヤコさんは松下電工にて通信機器の企画開発や新規サービス事業の立ち上げに従事した後外資系コンサルタントなどを経て、現在は株式会社ウルフにて IOT イノベーションセンターの所長を務めていらっしゃいます。はい、ウフルさんですね。ウフルさん失礼しました。ヤコ、はい、さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあスマートスピーカー、うん、要はまあテーブルとかリビングのどっかにポンと置いておくと、うん、いろんな声で、えー、いろんなことを答えてくれたりとか。はい。 家のことをやっっててくれるいいいうそういううそそ認識でででよろしすすかそうですねスピーカーというだけではなくて、はい、実はマイクが仕込まれていてインターネットにもつながるのでいろんな情報を引っ張ってきていろんなあ質問に答えてくれる、はい、そんなスピーカーになってます、ね、はいでスピーカーなんで、うん、まあ当然ながらあの音楽再生してくれたりもするということですねで,すね、はい、でこのスマートスピーカーアメリカでは本格的にもう結構スマートスピーカー 定着しつつあるんですよね。いち早く。そうですね。アマゾンのエコーというスピーカーがもう一年以上前から一千万台近く出ているというふうに聞いてます。えー、すごい。ねだって二億四千万まあ三億弱のいるアメリカで一千万台で結構な数ですよね。うん、相当な数ですね。えー、はい。でそんな中で今回スマートスピーカーの今後ということをですねピックしていただいたんですけども、えー、これはなぜ、えー、このヤコさんピックアップしたんでしょうか。はい。 スマートフォン皆さん、スマートフォン使っておられると思うんですけども、はい、スマートフォンは手で指で触るっていうようなデバイスですけれども手で指で触る次にはやっぱり音声で入力するような音声で答えてくれるような、うん、そんなデバイスが来るんじゃないかなとずっと思ってたんですけども、はい、いよいよそれが発売されてきたので、はい、気になってしょうがなかったのでそれにコメントしましまた今、主なそのスマートスピーカーってどういうメーカーからどんなものが出てるんでしょう。はい え先ほどお話したアマゾンのエコーというデバイスあとはグーグルのホームですね、はい、あとはアップルからホームポッドというものと、はい、あと日本でも LINE の WAVE というスピーカーが出ています、はい、なるほどこれは、まあ、今は、まあ、LINE を除けばほとんどアメリカの企業ということになるんですけど今後は、まあ、日本の企業も含めて世界中でこうで出てくるものなんでしょうかね,そうですね あのまだ製品発売されていませんけれどもソニーさんであるとかパナソニックさんがえ発売するということを発表しています。なるほど,どん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 あのたくさんの機種が出てくると思います。ということは、まあ、将来的には必ず一家に一台あるようなものになっていくということですか一家に一台だけではなくて二台も三台もかもしれませんね。一部屋にみたいなことになるかもしれない。はいはい、なるほど。えっとどういう役割を担っていくと思いますかこのホームスピーカーというのは。例えばあの 音楽を流してほしい人たちはどんどん音楽を流すでしょうし、えー、もしくは、えー、っとお母さんであれば、えー、洗濯機をコントロールするエアコンをコントロールするテレビの音が遠くて聞こえないのよなんていうところを近くのスピーカーから出すといったようなことが使い道としては考えられますねねなるほど、ね、家中の電化製品が声一つで操作できるみたいなイメージなんですかねでできるでしょう,、ね、うまさに IoT の そのの未来姿ですよねべてのものがインターネットでつながってすね。だから冷蔵庫は例えばもうちょっと冷蔵庫冷やしといてとかそういう設定温度28とかそういうことを言えばそうですねもしくはお買い物メモを覚えておいてねとかなるほど実際アメリカではどういう用途が今多いんでしょうね使われ方っていうのはねやっぱり音楽を流すのが中心にはなってるというふうに聞きますねあとはお天気を聞くであるとか朝起きてきて「そうですね今日のお天気は?」っていうと。 洗濯物を干した方がいいのかとか<ー>、はい、今日は干さないでくださいみたいなこと言ってもらいたりとかするわけですね。特に日本では、えー、今まさに発売されようとしているところが多いんですけれども日本語を解釈する日本語を認識するエンジンの部分の人工知能、はい、これがまだ十分でではないんですよねだからアメリカなんかでいっぱい出てるのに、はい、だってスマホとかはね例えばまあ 今回か発表もそうだけど、はい、アメリカで出ると大体同時で日本の発売になるじゃないですかだけどこれに関しても全く日本ではまだあの Google にしても Amazon にしてもアプリにしても出してこないところを見ると、はい、まだその言語の部分の壁がある言語の壁がありますね、うん、たくさんの人がやはり話しかけて<ー>学習をした上で人工知能が賢くなっていきますのでその部分はまだまだですねうんそういう意味ではまああ LINE は日本で日本語で最初から開発しているということでまあ一応開発発表ができたということですねそうですねまさに 今ままさに学習中だと思いますこれでもそう考えると今までスマホっていうのはそのまあもうアップルにしても例えばグーグルにしてもアメリカ企業が席巻をしてたけれどもやっぱその言語に依存する分だけローカルの日本の企業の方がそが日本でのシェアを高めるっていう可能性はあるんですかねまだ当然チャンスが残されていると思ってますし個人的にもそれに大きく期待してますね。うんうん、あそうですかはい でですので人工知能の部分を、えー、アメリカの企業に任せてしまうのではなくて、うん、ぜひ日本の、えー、人工知能を使えればなというふうには思ってますけどね。うん、どんな未来が最終的に待ち構えていますか そうですねあの先ほどもお話に出たように、まあ、家電が、えー、操作できるのは持ち理論なんですけども、うん、私たちがこういうふうにしてほしいあんなふうにしてほしいと思ったことをそのまんま先回りして実現してくれるような、うん、そういう世界が待ってるんじゃないかなと、まあ、あとはビジネスモデルという意味で言うと、はい、例えばこういうラジオにもチャンスがあるんじゃないかなと思ってますけどね、うん、音声のデバイスなのでああなるほどスマートスピーカーが置かれるということはそうですね j w e かけてっていうとそのままピッてすぐまさにまさにはい。 いいですねでもうこっちの趣味思考分かってるから朝起きると自動的に JOY がかかるとかこんなのをかけてとかですねリクエストまでちゃんとできちゃうとかあと一人暮らしの人は寂しくないかもねお帰りとか言ってくれるはい。そうねで電気はパッとつくって家帰ってきて一人暮らしの時って暗いの寂しいじゃないですかあれが一番寂しいじゃないですかあお一人だっていう一人暮らし始めた当時ってその辺がすごい一番寂しかったんですけどそれが 帰ってきた人がパッと電気がついたりとか帰りって言ってくれたらなんかぬくもり感じますよね、うん、そうですね、うん、そういったところも先回りしてくれるようになると思いますなるほどこれいつ日本ではどうでしょうこう大きく市場に出回るようになるんでしょうか今このその辺の見通しは立ってますかえっと来月 Google が、えーえー、Google 本も出しますしあとソニーさんもリリースするパナソニックもリリースするとなると、うん、この年末商戦 えあたりがもう一番初めの大ブレイクするポイントになってくるんじゃないかなと。ちなみに値段の価格帯はどのぐらいのもんなんですか ?2 万円から3万円ぐらいがほとんどですね。<あ>そんなに高くということはそれで全てがコントロールできるようになったらあとはまあいろんな家電の今後の対応次第ってことですかね。はい、でそれがコネクトできるようになってくると自動的にコネクトしてある意味命令するとそれの通りにやってくれるようになると。はい ソニー、パナソニックなんかは、それを狙ってるんじゃないかなと思いますけど、ね。もともと、元々家電のメーカーなので。で、ね、自社の家電が家に大体置いてあるから、ね。そうですね。そこと簡単にリンクできるようになってと、はい。はい。そうか、そういう意味では、その、いわゆる、その、コンピューターメーカーだけじゃなくて。はい、家電メーカーにも、非常に強みが出てくるということなんですね、はい。とても魅力的な、あの、デバイスだと思います。なるほど。いや、楽しみだな。スマートスピーカー、もう、間もなく、日本にも上陸、本格的にしていくと。いうことで、生活が変わるかもしれません。はい、また、ちょっと、これ、あの、やこさんね、出て。 実際にこう日本でも出回るようになってきたところで、ね、ちょっとその続報的な話をぜひさせていただければなと思います,、ねすはい、喜んでぜひお願いしますよろしくお願いします,ししますスマートスピーカーに関するニュース気になった方詳しくはニュースピックスのサイトにあるやこさんのページをチェックしてくださいピックワンでした